ゆっくりと歩を進めて今、収まりました係員が離れます、体勢完了スタートしました5番のプリマリストが遅れましたコースタートは4番のダングラールしかし各けば殺到します、外からは7番のゴーソーファーさらには外に8番のアイスリーディングそのうちに4番のダングラールが並んで2番手さらに内から1番ソードマスター 先段4頭1段その後ろ2バシン差5番手が2番のタカ高利あとは2馬身半6番ノーブルプライムが追走してその後は2馬身9番ニヒト・ゼ・ツゼアが行きますその外から接近する3番のユーディキューム最高峰は4馬身ぐらい離れて5番のプリマーリストという体型外回りコースに入っていきます 先頭に立ったのは7番のゴーソーファーリードは1馬身半2番手に8番アースリーディング内からじわっと1番ソードマスター接近さらに外から上がってくる3番ユーディキュームその後ろに4番のダングラールの追走で外回りの3コーナーを回っていきますあとは3馬身2番風の高利それから2馬身差9番のニヒトツーゼイアが続いてあとは4馬身5馬身6番のノーブルプライムそれに並んでいく5番のプリマリスト第4コーナーのカーブ これから直線コースに入ります逃げる7番のゴーソー・ファー外からは8番アイスリーディング2頭のうちに1番のソードマスター600を通過風の高とし外は3番のユーデキウムさらに、外から4番のダングラール広がってその後シャフ3シに離れて9番に1つイア残りあと400と少々で先頭は7番のゴーソー・ファー外から2番風の高とし4番ダングラール。 馬群の間からは1番ソードマスターさらに8番アイスリーディング横に広がって200を通過粘る7番ゴーソファー外からは2番の風の高利さらに間1番のソードマスター外は4番ダングラール先頭は7番のゴーソファー2番手は2頭接戦7番ゴーソファーゴールイン2番手は2番風の高しか内が1番ソードマスターこの2頭の2着争いそして4番ダングラールは4番手です